どうもこんにちは、ベースののりです、はい、今日はね、このベースのもう基本中の基本になる2フィンガーピッキングというね、こういうまあ弾き方があるんですけど、この2フィンガーピッキングの弾き方でこうちょっと気をつけといたらこう劇的に音がね、良くなるよっていうね、ポイントをちょっと、まあ1個ね、弾いていた場合この1個にこれだけはちょっと覚えて帰ってほしいみたいなね、ことをちょっと今日は解説します。まずこれね、家の練習でまあ大体一人だと思うんですよ。まあよっぽどことない限りはね。まあこんな感じでまあこうアンプをね、今日はちょっと使うんですけど、家でこのベースを一人で弾いてるっていう状況がまあほとんどだと思うんですよ、家の練習はね。ただ実際ドラムやったりギターやったり、まあキーボードやったり他の楽器がこう絡んでくるわけじゃないですか。なんか例えばね、こう2フィンガーでもこういう感じでこうちょっと横から見たらわかると思うんですけど、こうやってね、こう撫でるような感じで、なんか先っちょ、指の先っちょだけで弾いてる弾き方やったら、今これね、分かると思うんですけど、明らか音細いんですよね。これが実はドラムとか入った瞬間にも一気に音が抜けなくなるんですよ。音が、ベースが全然聞こえへんみたいなことになるわけです。じゃあどうしたらええねんということですね。そこで一個ちょっとこれを意識してもらうだけでも劇的に変わるよっていうポイントがあって、それは弦のこのね、まあ浅く入れてたから聞こえなかったんですけど、こう弦をちょっとこう深く入れるんですよ。深めにこう指を入れてやって、で今これね、あの 1,2,3弦弾いてるんですけど、この3弦の1個目のこの4弦にこういう感じでこう当てに行く感じで、しっかりこう手前にこうしっかり4弦に当てに行くような感じで、ちょっと深めに指を入れてやるだけでもこうやって低音がしっかりこう抜けてくれるようになります。でこれね、ピックアップっていう、まあね、こことね、ここに2つついてるんですけど、まあ実際このベースの、あのアンプから出す音ってここからね拾ってるんですよ。フロントとリアって言って2つねついてるんですけど、でこのピックアップのからもう弦の振動を拾ってアンプで出すような感じで仕組みになってるんですけど、ピックアップの付き方に注目してほしいんですよ。こうやってこんな感じでついてるじゃないですか。まあ今この向きでいくと、このこういう感じのピックアップに対して垂直な向きの振動っていうのはなかなか拾ってくれないんですよ。まあちょっと試してみると、こういう感じの、まあこう強く引っ張ったら当然ね、音はね強めに聞こえるんですけど、こういう感じのね、下から上に引っ張ったこういう感じの振動っていうのは今ね、アンプ音出してるか分かると思うんですけど、ほとんど拾ってくれてないんですよね。めちゃくちゃ細いんです。でも逆にちょっとこう見てもらったら分かるんですけど、こういう感じのね振動にしてみます。ほら明らか全然違うんですよ。こんな感じでしっかり音が聞こえる。だからこのピックアップ の向きをね、こう意識して、こう弦の振動がどういう風になってるかっていうのをちょっと知っておくだけでも、こうだからこういう向きの振動にすれば音がね、しっかりこう前に出るっていう、そういう性質があるんで、まあ、これギターでも一緒ですよ、もちろん、ね、まあこう実際ね構えて弾くんで、こういう感じのね弦の振動になるような弾き方、まあ、だからこう手前にこう、手前というかこうね、下から上にこうちょっと引っ張るような、まあ、実際引っ張ったら弦切れるんで、まあ引っ張るようなこう下から上にこうちゃんとこう当てるみたいな弾き方をするだけでも劇的に良くなりますっていうね、こうピックアップ向きをこう意識した弾き方をやってみてください。ツーフィンガー奏法っていうのは本当にベースの基本なんですけど、実は結構深くて、さらにまあこれよりももっと深い話を聞きたいとか、もっとこういろんな切り口でこの2フィンガーを使いこなせるようになりたいっていうね方は、ちょうど真下のねコメント欄のところにさらにこう深いレッスンのね動画も載せておきますので、そちらの方もぜひ参考にしてみてください。今日はねご覧いただきましてありがとうございました。